おもちゃマスターです。今日は明治の女子メンバー来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介お願いします。宮下です。原口です。紀勢です。今日はね、ちょっと3回目の撮影になるんですけど、何をやりましょう。何やるんですかね。何だろうな。何ですかね。何やったらいいですか。持ち味とこれをやった方がいいですか。はい、ありました。はい、台本通りです。台本通りということでね、みんなね、ちゃんとやってくれたんですけど、今回は宮田選手のね、あのフォアボレー、まあ、正面ボレーをね、やっていきたいと思います。宮田さんは高校3年と大学生の時の高校杯、林田理子ちゃんと組んで優勝ということで、やばいね。やばいね。高3はあれだよね、確か何年ぶりみたいな感じだったよね。何年ぶりだっけ。17歳。もうおじいちゃん世代だね、俺たちはね。ぐらい前からのね、記録を塗り替えて、まあ、優勝ということで、あの時はおめでとうございました。ありがとうございます。これからもね、ぜひ頑張ってください。はい。それで今回は宮下選手の正面ボレーやっていきたいと思います。レッツゴーゴーで意識していることは2つあります。1つは力を抜いて体を大きく全体的に動かすことによってボールに力を大きく伝えるようにすることです。でもう1つは打つ瞬間にグリップを握るようにしています。そうすると力強いボレーが出ると思います。以上です。
ありがとうございました。ありがとうございました。宮下選手のボレーどうでしたか。宮下選手よかったです準備してないよみたいな顔して言われてないけど、どうでしたか。なんかさすが日本一のレーダーって思いました見上げてるけどねなので本当にその前衛の特に女子選手の前衛のことで完結した動画とかが今あんまり多くないのですごく勉強になりました。ありがとうございます。今ねこういう状態で、まあ、コロナの影響で、まあ、高校生の子とかもね大会がなくなってしまって、まあ、大学への、ね、目標を見失っている子も多いと思います、まあ、そんな子たちに大会で頑張ってる、ね、3人から、まあ、大学スポーツを続ける良さというかその辺をちょっと簡単に教えてもらってもいいですか。自分のパッと思いついたのは明治のカラーがあるんですけど紫のカラー、うん、それのグラジャンっていう大学生になったら着れるジャンパーみたいなのがかっこいいと思います。それは一個憧れでもあるよね。大学に入ってね、うん、カラーね、まあ、みんな実際にこういう形でねカラーを意識した学校のまあカラーみたいなものを、ね、着てるのでね、まあ、そういったところも大学スポーツの面白さかなと思います。はい、大学生は試合前にエール交換、エール交換があって、それも面白さの一つだと思います。あと、まあ、関東限定なんですけどリーグは白子であって、そこのつくねがめちゃくちゃ美味しいのでそれも醍醐味だと思います。白子にあるんだ、はい、俺も知らないわ。それ67円です。安くて。それもじゃあ関東の人たちはみんな食べてるんだ。はい、ぜひね。1人10個限定ですよね。1人10個も食べれないでしょ。買うときに10個か。ああ、そういうことね、そういうことね。ということです。ぜひね、関東へ進学される子は参考にしてみてください。わからなかったら原口に聞いてください。原口さん、詳細は概要欄に貼っておきます。ここですねいかがですか。自分は関西出身なんですけど、明治は高学歴で就職にも有利なので、ぜひ明治に入ってください。楽しいよ。関西人集めてますなんか本当にね、すごくしっかり部活やりながらも本当こうやって楽しそうに大学生活を送っているのを見るとね、本当にすごくいい学校なんだなと思うので、ぜひね、気になる方は彼女たちにね問い合わせをしてみてくださいこの動画がいいと思ったら高評価とグッドボタン、一緒に一緒かこの動画がいいと思った方はグッドボタンとコメントチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございましたバイバイ。いいね、ありがとうございました。お、知ってるね。じゃあ開けようかまた開けた